おかわりタイム最後ですね。最後の方こちら。驚くほど記憶力がいい、全英オープンゴルフで実況解説をする戸張翔さん。ああラフに入ってしまいましたね。確かこれ青木さんね、1998年にビジェイ・シンが全く同じラフに捕まったんですね。で当時勢いのあったタイガーに確か2打差で逆転負けするんですね。確かその日がタイガーのお父様の誕生日ですね。知りすぎ。25年前、福岡吉本には数名の若手芸人が所属。その中にはこんな方も。吸い込まれるわ、ごめん。カンニング竹山さん。今から。そしてお二人の初々しい姿がこちら。恥ずかしいなこれ。おお。大吉さんなんか違うね。アダマルさんはね、わかるけど。お二人の夢は？それはもうもちろん世界一のパイロットになる。違うのかお前は。ごめんなさい、ごめんませんでした。目標は、目標は佐藤和也でした。何やお前、ね、俺このテレビを通じてツッコミの甘さを研究してください、うん、です。僕も君も漫才師になれるよ。気になるあの人の心の奥底、これは後世に伝えたい思いをお話しいただく番組です。バナナマンが一番に今宵 MC バナナマンと胸の思いを語り合うのは、死ぬまで漫才師でいたいという、ほーい、芸人博多大吉さんの熱い思いがあふれ出す。さらにシークレットゲスト花丸も登場。東京はもう道が混むばい。14年前に出会っていた4人がとことん思いを語り合う。お茶菓子とお話始まりました。この番組はですね、美味しいお茶菓子を食べながらゲストの方に人に伝えたい思いをお話ししてもらうという番組ですね。なんともう3回目なんですね。あ、3回、あれ僕はなんか2回の記憶なんですけど、日村さんは2回しか来てません、そうなんですよね。緊急入院があります、そうなんですよね。前回、死にかけです。死にかけましたから、さあそれでは今回胸の内の思いをお話ししてもらうゲストにご登場いただきましょう。このお方です。あ、どうもこんばんは。こんばんは、こんばんは、どうもこんばんは。ありがとうございます。お呼びいただいてありがとうございます。いやいやいや、来ていただきましてありがとうございます。大吉さん、大吉さん、大吉でございます、はい、ね、はい、よろしくお願いします。こちらこそお願いします。じゃあお座りになってよろしいでしょうか。どうぞどうぞ。この辺りということでよろしいですか。そうですね。この辺りここに、ここにあの裏筋を合わせる、はい、筋を合わせるところでございますね。合わせてまいりましょう。お願いします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 。いや、いいです。お話しに来ていただいたのは芸歴24年の売れっ子芸人博多大吉さん。実はバナナマンと意外な関係が。花大さんは、はい、まあ我々言っても結構前からいろいろとやらせてもらってますけど、ね、だって福岡でね、そう、あのおぎやはぎも入れて番組やったんですよね、はい、もうほとんどの方はご存じないと思いますけど、福岡のローカル番組で実は深夜のワンコーナーを、そう、花丸大吉とおぎやはぎとバナナマンで、そう、はい、1年ぐらい、いや、1年ぐらいなんですかね、実はやってたんですよ。10年以上前ね、やったんですよね、うん、今勢いのある3組がね。あれね、14年ぐらい前ですかね。そうそうそう、たまたまその福岡 の, その深夜番組のディレクターさんがもともと東京で芸人やってた子 で,、で東京で見てておぎやはぎとバナナマンをどうしても使いたいと、うん、福岡の番組でで花丸大吉を入れて3組で東京でロケして、それをこっそり深夜福岡県内で流してたんですよ。おぎやはぎとバナナマンのこの何でしょう、4人のね、昔ながらのこのチームワークというか、それに全く我々肩を入れることすらできずに。そんなことない。大吉さんにはご覧の3つの思いをお持ちいただきました。普段人前ではなかなか言えない思いを今宵は思う存分お話しください。今気づいたんだけど、このパターンだね、うん、今回も、う
花大さん揃ってずっといるわけじゃないよね。そうそうそう、うん、まあわかんないから使う。今日は大吉さんがゲストってことだね。はいはい、そうだね。花丸さんのも聞きたいけどね、本当はちゃんとね。いやでもあそこにピッて。あいる。あの人いる。あるんです。いる。いるんです。隠しきれてない。もういるんですよ。何か。すでにミット空いてますから、まあ、後ほど出てくる。一つ目の大吉さんの思いはこちらです。いつまでふざけてていいのか。そういうことです。どういう意味ですかこれは。大吉さん、いつまでふざけてていいのかって、あの年齢的にさっきも言いましたけど、はい、44なんですよ。4、はい、あっという間にだから来年45なんですよ、はいはい、もう試合後にしたら50なんですよこれ。いやまあまあまあ、はいはい、でその年齢で、もちろん譲る気はないですけど、ふと冷静になってテレビなんか見てる時に、もう芸人全体のこの平均年齢というか、芸人のこの高齢化っていつまで続くんだろうと、まあそうですね、思った時に、ひょっとして本当にこのままでいいのかなと、ああ我々世代ってふざけてて大丈夫なのかなって不安になる時あるんですよ。ないですか。え、それはどういうことですか。このまま何歳までもっとちゃんとしてそういうふざける仕事は、いやいや若い人にってことですか。その自分が子供の頃からずっとテレビが好きで、はいはい、テレビ見て育ってきましたけど、うんうん、やっぱ自分が見てたテレビの中のスターのお笑いの方たちってやっぱ若かったよね。若かったですね、うん、20代でもバリバリ、ね、そうそうそう、番組持ってね、で僕らが一番、2人もそうだと思うけど、はい、一番憧れたのってやっぱ多分トンネルズさん、はい、世代的にはそうですね、ウンナンさんとか、はい、ダンさんももちろん、はい、この辺って多分20代やったでしょ、はい、25、6のああいう方たちを17、8が見てて、はい、憧れて入ってきたよ、はい、で今活躍してるって言われるけど、はい、44歳の僕を見て17歳が憧れるわけねえだろ。僕あの本も出したんですけど、はい、26歳の法則っていうやつを、大体スーパースターって26の時に世に出てるんですよ、はあ、例えばダウンタウンさんとトンネルさんがおかげでしたとガキの使い始めたのが26。すげえな、26でやっちゃってるんですか。さんまさんがブラックデビルになったら26、志村さんが東村山音だが26、で、雲南さんのやるならやらねばが26で、すげえ、ナイナイがめちゃイケ始めたのが26なんよね。ナイナイまでがみんな26で、みんな今元気だもんね、はい、で、まあ、2ビートを結成したのが26歳、たけしさんだったり、タモリさんが上京してきたのが26であったりとか、大体26ぐらいでその世に出たりとかきっかけをつかまれる方が多い時代の子供なんです僕。なるほど、うん、あ、そういうのを見て今はいいけど、例えば10年後20年後テレビってどうなってるのかななんて思ったりもするんですよ。大吉さんは26歳の時は何をしてたんですか。あのいろんなことがあって1年間自宅で謹慎をしておりました。何だっけ、何か聞いたな、まあ、自宅禁止ってよっぽどのことじゃないですか。自宅禁止って自宅待機です。自宅待機、自宅待機です、はい、いろいろ、まあ、ざっくり言うと事務所の所長さんと大喧嘩してた。そうだ、はい、26の頃、26の時、はい、1年間だから棒に振るということを一番大事な時期ですよね、スターにとってはね、はい、一番何かやらなきゃいけない時、ずっと家にいることやってますよね。だってそんなこと言ったらテレビの歴史から考えたって60年ぐらいなわけじゃないですか、うんうんうん、で50歳の人が現役バリバリでやってるわけでしょ、うん、だからここからはもう分かんない世界だから、ね、どうなるか分からんもんね。そうですよ。これはどういう意味でのふざけてるんですか。まあなんていうのかな、真面目に言うとだからひな壇に座っていいのかなとか、うん、商店街からの中継をしていていいのかなとか、それはだからひょっとしたら若手に譲らなきゃいけないのかなと。あ、やっぱりそういう発想ですか。多少はだから下もそろそろ育てておかないと、僕らがもっと年取った時に結構辛くなるのかなとか。これでもそこまですごい優しい考えです、ね、優しいですよね。だってどんだけテレビ出たかったのかですよ。それなんて立てたいなんて意識1ミリもない1ミリもない
絶対誰も出てくんじゃねえと思って。いや優しいよね。優しい、全体見てるのすごいと思う俺。まあ僕は吉本で後輩と一緒に動くことも多いんで仕事が。だからなんですかね。うん、その環境がなんか一緒に7組ぐらいで営業行ったりとかした時にやっぱふっと思って。いやだから俺らの環境も違うかもしれない。後輩もちろんいるけど。うん譲ってやるとかそのそういうことじゃないですか、な感覚はなくて、うんうん、まあ、僕も正直譲る気は特にないんだけど、うん、もうちょっと出てきてもいいのになとかは思いません、若い子は。まあまあまあ、なるほどね、うん。